今日たちよ、今日、ニコデモとイエスのとの出会いが私たちに与えられています。教会がその知恵を持って私たちにこれから、今日から特別な家庭形成をしてくれます。イエスキリストの復活を祝った。だから私たちもイエスキリストに出会いました。イエスキリストと一緒に歩んだ。イエスキリストと一緒に食べました。イエスキリストの傷を見た。そしてイエスキリストの傷を触った。復活されたキリストの傷を触れた。そして私たちが喜んでいろんな印を見ました。今年、でも去年も、10年前も、教会と共に歩みながら、ニコデモと同じように私たちもイエスキリストの印を見ました。経験しました。私たちを何回も癒してくれました。何回も私たちを許してくれました。何回も私たちが主人、奥さん、子供、両親などと和睦させてくれました。だから私たちもニコデモと同じようにこういうふうに言うことができます。あなたが神のもとから来られた清しであることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことができないからです。私たちもこの言葉を言うことができます。これは、求道者の、言葉でもあります。ニコデモは、初代教会にとって、求道者のイメージの模範です。彼が少しずつ少しずつ、進んで、進んで、進んで、そして明らかな信仰まで届く。この歩みは、夜から始まる。この夜は何ですか？この真っ暗は何ですか？イエスキリスト自身が、私たちに説明してくれます。私たちが、イエス・キリストは神の元から来られているということを認めています。ですから、教会と共に歩んでいます。あなたも私も。神父であっても、この言葉が大きな慰めです。祝った復活、イエス・キリストの死と復活、その復活の神秘の本当の意味。そしてどういうふうに私たちに実現されるということを説明する、照らされる福音です。言葉です。ずっと今日から、ね、この復活節の間にいろんな福音を通して私たちはこのイエスキリストの死と復活、その良しの神秘に入るために与えられている箇所です。教会は私たちを導く。洗礼を受けたばっかりの人々にも同じことがありました。そのカテケーシ、そのような照らすためのカテケーシ。イエスキリストの神秘を深めるためのカテケーシ。私たちがイエスキリストを認めています。で、キリストは私たちに答えてくれます。でも面白いね。あなたが印を行う。で、キリストは何を言う？はっきり言っておく。今日、あなたに、私に、人は、すべての人、アダンは、新たに生まれなければ、神の国を見ることができない。真っ暗はこれです。その暗い夜はこれです。見ることができない。神の国を見ることができない。で、ヨハネによると、神の国は永遠の命と一緒です。そして、神の国、永遠の命はキリストです。私たちはこの夜の中にいます。これは一番最初の言葉。あるいは、あなた方は、教会に来る前までに、あるいは、教会から、教会に入って、歩みを始まって、長い道を歩んでて、いると、洗礼を受けているから、今、光をいただきました。今、照らされたもの。洗礼を受けた人々が、照らされたものと呼ばれていた。初代教会の時にね。で、あなた方は、前、でも、おそらく今日も、いろんな意味で、いろんな、出来事の関係で、まだまだ、この夜にいます。この言葉があなたに、私に宣言されています。伝われています。ですから、あなたも、今日よく見ると、その夜があります。毎日この夜が私たちを覆う。主人との関係。主人には、あなたがおそらく神の国を見ることはできない。奥さん、友達、社長、子供、お父さん、お母さん、恋人、あるいは病気。突然現れた病気、大した病気。孤独、寂しさ、軽蔑。そちらには、そのお金の問題、その不安の中に、あなたは私が、イエス・キリストの国、神の国、永遠の命がそちらにあるということを見ることはできますか？イエス・キリストの姿、イエス・キリストの顔、復活されたキリストの顔、見ることができますか？この質問が大切です。兄弟たちよ。見られなかったら、ちょうどこの福音はあなたと私のためです。でも、イエス・キリストは私たちに
その良い知らせを伝えてくれます。はっきり言っておく。新たに生まれなければ。神の国を見るためには、イエスクリストの姿、輝いているイエスクリストの顔を、すべての出来事において、すべての隣の人、すべての事実において、歴史の中に見るためには、新たに生まれなければならない。ニコデモはびっくりしました。ちょっと待って、何言ってるんか。ファリサイ派でした。ファリサイ派の人々は悪くなかった、ね。すぐ、私たちはファリサイ派は、偽善者と、そのつながりを自動的にしてしまう。そうではない。あるファリサイ派の人々は、偽善者でした。聖書の言葉、律法、掟などを使って、自分を立てるため、自分を満たすため、自分が正しくなるため。違います。ファリサイ派は、ファリサイ派の人々は基本的に神の道を歩んでいました。歩みたかった。努力して。けど、肉に支えられてしてしまいました。ファリサイ派の人々。ニコデモ。あなた、私、肉に支えられて、肉に信頼したら、肉は何ですか？今日の福音には現れます。イエス・キリストはこの言葉言ってますでしょ。ねえ、何ですか？朽ちるもの、過ぎ去るもの。あなたの結婚、生活は多分肉によって続けています。愛情、感情、名誉、肉に基づいてあなたがその結婚生活を送っているかもわからない。資材職を送っているかもわからない。肉に従って勉強するかもわからない。肉に従って仕事をする。つまり、その仕事の中には自分を立てるための、名誉、成功、お金など、探している。これは肉。肉。だから病気になった時には、肉が朽ちるものであるということを分かったら、文句を言う、逆らう、背く、抵抗する。でしょ？肉が現れた時には、つまり奥さんに、その肉、その弱さ、現れた時には、主人に、その肉、だから彼の態度、彼の性格、彼の今の事実の取り方、その解釈、その、なんか、すべてを軽んじる、その心が現れた時には、相手に、その肉の弱さ、その肉が朽ちるものであるということをはっきり現れると、文句、抵抗、戦う、でしょ？その肉の中には、天国を見ることはできません。その夜の中にいる。でもその夜は何ですか？墓です。墓。私たちの墓。私たちを囚われている死の墓。で、キリストは私たちのところに来てくださる。この言葉を通して私たちに来てくださる。そして話をかけてくださる。真理を語る。はっきり言っておく。真理を持って語るという意味です。真実をはっきりあなた方に言います。私は改めて生まれたという意味です。私自身が死に入りました。私自身は古いアダムの肉を背負って浴びて、そしてその朽ちる肉を浴びて、あなたと私、すべての人々と同じような死に入りました。でも、その死の中には、その墓の中には、その暗さの中には、闇の中には、何も見ることはできないところから、私が復活しました。私はその闇を砕いた。私は処理者として、闇から復活しました。帰りました。私は闇を照らす光を持っているものです。私が死に勝ちました。私は罪に勝ちました。私は肉の中には霊をもらった。私が人間でありながら、キリストがね、人間でありながら霊をいただきました。で、この霊が私たちの中に留まった。ですから死の中に爆発した。神の霊、ルハ、神の息吹、神の命が墓の中に残ることはできなかった。縛られなかった。この霊が永遠の霊。この霊が死より強い。この霊が永遠の命の霊。死に勝つ。すべての限界に壁を砕く。だからキリストが、門が閉められていても、彼がそれを通る。キリストが聖霊に導かれた門。だから新しい姿で弟子たちに現れた。霊、霊、肉と霊。新しい。全く新しい。誰もわからない。見たことのない姿。つまり、見たことのない生き方という意味です。だから、福音には、その説明がない。ただ、行いを通して、わかる。壁を、門を通る。その中に通る。できる。限界を超える。この新しい姿を帯びている、ナザレのイエスが、印を通して、
でしたちに自分であるということを示した。そして彼らがその印によって復活されたナザレのイエスだと分かった。